即日帰郷とは、日本の徴兵制度において、帝国陸海軍への入隊通知を受け取って、指示通りに、指定の場所に出頭したが、当地において行われる、身体検査にて健康状態などを含め、とても平気に従事できる状態ではないと判断され、その日のうちに帰宅が許されることを言う。転じて、公営競技において、失格処分を受けた選手が、 競争上の管理から除外され、帰宅させられることも即日帰郷という。満20歳の誕生日以降に受験する徴兵検査で、亭主不合格となったものまたは、兵種以上合格しても、入栄時の身体検査で、担当の軍医が、兵役に耐えられないと判定したもの思想に問題があるものについて、徴兵官、または、入栄先の上官が、即日帰郷を命じた。 帰郷を命じられると、軍からは除隊扱いとなり、陸軍で2年、海軍は3年に及ぶ現役に参加する必要がなくなった。入営検査は自己申告制で、軍医が中隊ごとに新兵を集めては、体に不具合のあるものは申し出よと命じ、その場で簡単な診察を行って決定した。軍医にはマニュアルとして、 陸軍身体検査規則が与えられていたが経験の浅い組も多く、三島幸夫のように、ひどい風邪を廃病と誤診したり、虚偽申告をうのみした例もある。逆に、不具合があっても認められないなど基準が曖昧だった。なお、赤紙による臨時招集でも、部隊到着後の入隊検査で不合格となった場合には、同様に適用された。ただし、補充兵役。 国民兵役などの形で再度招集される可能性があった。即日帰郷となるものの多くは、兵役は無理でも、軽作業は可能だったため、帰郷後は、勤労報告隊に配属され、軍需工場で作業に従事した。三島幸夫の仮面の告白は、自身の体験をもとに招集後の入隊検査で、不合格となり、海軍交渉で勤労奉仕に回された。 主人公を描いている。戸村はじめ作は陸軍に招集されたが、以前からの非戦活動が問題視され即日帰郷となっている。公営競技では競争に出場する選手は、その開催の前日から終了日まで、試行者及び開催場の管理のもとに入るが、特に競輪、競艇オートレースでは、選手が競争において、 失格処分を受けると開催終了を待たずに管理、内視は出場契約解除となることがあり、開催場を後にしなければならなくなる。このことを即日帰郷と呼ぶ。協定では、開催初日前日の全県において、不合格、または地産の場合は施行者の管理に入ることなく、即日帰郷させられる。全県不合格は、身体検査において、 基準値以上の体調不良が明らかになった場合や、選手登録表を自宅に忘れた、指定の集合時間に遅れたなどの理由によって起こる。過去には、宅配便業者が選手所有のプロペラを全県備に配達できず、開催場備え付けのプロペラで練習したところ、実力差が著しく公正な競争ができないとして、不合格になったこともある。特に地産は、 日本モーターボート競争会の報省懲戒審議会による制裁対象となり、一定期間の出場停止に加え、向こう1年間の SG プレミアム GI 競争に出走できなくなる。全県をクリアしてレースが始まっても、打ち、外回り、または順位変動をきたす違反及び選手責任によるスタート事故や走行妨害による失格、膠着。 不良広報、待機行動違反などを一定の複数回数以上、犯した場合には即日帰郷となるというルールがある。2013年11月以降は、非常識なフライング、すなわちスタートタイミングを100分の5秒以上上回る、フライングを犯した選手について、開催期間中1回の事故でも即日帰郷に、させるという統一な規ができた。 2018年2月5日の宮島協定第9レースでは全6艇がフライングで失格となっただけでなく6人全員が非常識なフライングの最低となり即日帰郷となる異例の事態となった。また SG でも2019年3月19日のボートレースクラシック第5レースでは3艇がフライング、うち2艇が非常識なフライングの最低となり即日帰郷となった。 他、一定が落水失格したため三連単、三連服、ワイドが不成立となる異例の事例となった。ただし、競争開始後の即日帰郷処分は前述の非常識なフライングを含め、原則として最終レース終了後に発動される規定となっており、2回走りの1層目で失格処分を犯して帰京処分となった場合でも、 その日の2回目のレースには出場することができる。このため、極めて悪質な違反などがあった場合やフライング、で遅れなどで欠場を扱いながら、それを見落とすなどの重過失が発生した場合には、即日帰京よりも懲罰レベルが高い、即刻帰京というケースもある。即刻帰京処分を受けた選手は、2回走りの2層目が、残っていたとしても出場できず、 当該レース終了後、直ちに荷物をまとめて競争場を後にしなければいけない。なお、折棺途中で処分によらず、自己都合、または病気などで、以降のレースを欠場して帰郷する場合は、途中帰郷と呼んで区別する。特に休別審査対象期間の締めとなる4月と10月の下旬には、時期の昇給や高級回避が決定的になった時点で、 以後のレースを欠場、帰京する例が見られる。競輪、オートレースでも、全権不合格により即日帰京となることがある。協定と同様に、宅配便業者が、選手所有の自転車や、交換部品を、全権日に配達できずに不合格帰京となった例も、存在する。全権合格後は、夜間が定めるそれぞれの競技規則によりルール違反となる、事例が規定されており、 違反により落ち車及び車両を故障の原因となった場合、または違反行為そのものにより失格となる場合がある。競輪の場合失格になれば即日帰郷を命じられる。オートレースでは思想よりも早い上がりタイムで3着以内に入選した場合や周回誤入した場合即日帰郷を命じられるが、それ以外の失格では翌日以降も出走できる。競輪。 オートレースでは、選手は1日1レースしか出走しないため、即日帰郷処分は、当該レース終了後直ちに発動される。競輪のビッグレースでは、開催後半になると出走できる人数が限られる、ことがあり、勝ち上がりの逆で、成績会の選手が、出場枠から漏れる形で帰郷させられる。この場合は石棺に失格がなくても起こるため、 協定と同様に途中帰京扱いとして区別する。6日制のうち日本選手権では最大63人、オールスター競輪では最大36人、4日制の内共同通信社杯、ウィナーズカップ、一部の記念競輪では最大9人が最終日のレースに出走できずに途中帰京となるため、どちらにしても選手にとっては不名誉なことであり、特に SQS 班などのトップ選手は予選敗退し敗者戦に出場してしまうと自身の平均競争得点を下げてしまう恐れがあるため以降のレースを走らないために傷病など適当な理由をつけて途中欠場をしてしまうこともあるかつて特別競輪においては1992年に特別競輪で失格した選手はその特別競輪ではそのまま 開催期間中は出走を続けられるが、次の特別競輪には圧戦しないというルールが定められたが、1995年からは特別競輪においても失格即欠場となった。得意な例としては、コロナ禍の中で競輪選手にも多数の新型コロナウイルス感染者が出ていることを鑑みて、 競輪では感染拡大防止対策として2021年2月17日を初日とする開催から追加、流用、補充の圧線を行わない、不足する選手は欠者とし状況により繰り上げ重当を行わない措置やレースカットも合わせ実施する等の運用を行っているが、特にガールズ競輪では基本的に1開催で2レース14名のみの参加の ため、開催中に、失格や怪我等で途中帰京、欠場が大量発生した場合は、その影響が大きく出てしまっている。実際に、2021年5月16日から18日に、かけて行われた、宇都宮ファイのガールズ競輪では、初日予選1は、第2レースで1名失格、2名途中欠場したため、2日目、予選2では、第1レースは5社立て、 第2レースは6車立てとして行われた。だが、決勝は7車立てで行うため廃車戦は4名となり5車立てに、することができず規則上レースが開催できないため、やむを得ず予選敗退の4名に対しては2日目、終了時点で契約解除して途中帰郷させ、最終日のガールズ競輪は、決勝1レースのみとし、 また最終日当日は当初予定の7レース制から6レース制へとレースカットが行われた。このほか、宿舎内への通信機器の持ち込みなど規則違反を犯した場合でも、その場で出場契約が解除され即日帰郷を命じられる。ありがとうございます。